本日はここまでとする。アーニャちゃん、課題で出た絵日記だけど何書くの？すごい絵日記書く。庶民のすごいなんて大したことねえだろ。そうだそうだ。実際大したことなくてもアーニャちゃんにとってはすごいものなのかもしれないでしょ。ほっ、ってことがあった。そうか。寝ぼけてるな。朝ごはんできてるぞ。ボンド、朝起きれて偉い。今日も一日頑張りましょう。アーニャちゃん、テストの自信どう？問題ない。いい気になるのよ。計画と違う。用がないなら気安く喋りかけんな。アーニャ、次男と仲良くしたい。ワクワク。お絵かき、お絵かき。もっとピーナッツ食べる。姉さん、近くまで来たから寄ってみたよ。今度のお出かけだが、行きたいところはあるか？水族館が悪者に乗っ取られた。いつものスパイごっこか。早くしないと水族館潰れる。リニューアルしたばかりだから安心しろ。お魚、楽しそうですね。よし、ついてこい、エージェントチッチ。はしゃぎすぎてはぐれるんじゃないぞ。アーニャ、いっぱい遊ぶ。一緒にお出かけ嬉しいですね。こんにちは、フォージャー家の皆さん。今日の先輩もすーきー。アーニャさん、よかったら絵日記を見せてもらってもいいですか？うい、これは公園に行った時の。これは水族館に行った時の。また一緒にお出かけしたい。わかったわかった、次のお出かけ先を決めるぞ。